おはようございます。今ね、羽田エクセルホテル東急の前にねいるわけなんですけども、ANAダイヤモンドショー2日目行きたいと思います。本日はですね手荷物を全部こちらに預けてですね夕方に取りに来るっていう感じで利用させていただいております。いやですんでもう私はねカバン1個だけでね見えてから修行に行くということで荷物もなくねかなり楽ですよね。そうですね、今6時40分ということで7時25分のフライトですんでチェックインねしていきたいと思います。いやー、カバン1個でね修行できるって本当にいいですね。いつもねスーツケースを引いてね5機乗ってますんで、そう考えるとかなりね気が楽ですね。そうですね、今日は近いんでここからチェックインしていきたいと思います。それではね無事チェックインすることができました。昨日はねちょっとエラーとかでね20分ぐらい待たされたんですけど、今日はね大丈夫でしたね。ANA463 便59番ゲート、締め切り時間4時15分ということで、まだね朝食をいただいておりませんので ANA スイートランチでねおにぎりちょっとねいただいてから行きたいと思います。それでは搭乗時刻になりましたのでゲートの方にね行きたいと思います。いや結構ねバタバタでしたね。それでは行きたいと思います。いやー、朝の空港はいいですね。人はね全然いないですね。昨日は結構いらっしゃったんですけど今日は全然いらっしゃらないですね。今回は59番ゲート、昨日と同じですかね。座席は29時ということで取っております。予約の段階ではですねお隣さんはいなかったんですけども、どうなりますかね。昨日は本当にパンパンでしたからねほぼ満席だったんじゃないでしょうか。まあ、今日は日曜日なんでねもしかしたら隣もねいらっしゃらないかもしれないですね。それはねゲートの方に到着したんですけども、早いですね、もう搭乗開始しておりますね。で今回私はグループ3番ということで早速ね搭乗していきたいと思います。今回のボーイングは787ですね。やっぱりほぼ満席ですね。今のところお隣さんはいないですね。それでは2時間ぐらいのフライトね楽しんでいきたいと思います。窓側がね今回抑えられなかったんで倍内動画になってしまうかもしれないですけども行ってきたいと思います。足元はこんな感じですね。結構狭めですね。まあそうでもない。足はちょっと伸ばせますね。でモニターもなしと USB も多分ないですね。昨日この機材じゃなかったんでね。いややっぱり沖縄行きはすごいですね。本当に満席ですよね。それでは飛行機のドアは閉まるまでしばらく待ちたいと思います。飛行機のドアがね閉まりました。なんと隣席ブロックですね。ありがたいです。お隣さんいないですね。それでは沖縄へ行ってきます。皆様おはようございます。スターアライアンスメンバー ANA 沖縄行き463便をご利用いただきありがとうございます。この便の機長は安藤、客室にはチーフパーサーの宮浦をはじめ8名の客室乗務員がおります。ご用がありましたらいめなく客室乗務員にお知らせください。皆様に安心してお過ごしいただくため、お客様ご自身のマスクなどの着用、手洗いや咳エチケット、近い距離や大きな声での会話を控えていただくなど、感染予防対策へのご協力をお願いいたします。ただいまから非常用設備をご案内いたします。皆様ご覧ください。これより機内の安全についてご案内します。May we have your attention for the following safety instructions. 手荷物は座席の上の物入れまたは前の座席の下に収納してください。Please place your baggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. 脱出の妨げとなるため、通路や非常口付近には手荷物を置かないでください。皆様、離陸いたします。シートベルトをお確かめください。小さなお子様をお連れのお客様は、お子様をしっかりお抱きください。一人でお座りのお子様のシートベルトもお確かめください。Ladies and gentlemen, we are now ready for takeoff. Please make sure that your seatbelt is securely fastened. Thank you.とはいえ、全然大丈夫だと思いますので、2時間ぐらいのフライトを楽しんでいきたいと思います。それでは機内サービスが始まりましたので、飲み物のサービスです。いただきたいと思います。それは着陸態勢に入りました。もうそろそろ沖縄の方に到着となります。いやぐっすり寝てましたね。それは到着までもうしばらく待ちたいと思います。着陸です。着陸しました。皆さんは那覇空港に着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。その入れを開けた時に手荷物が滑り降る恐れがありますのでお気をつけください。この先電波を発する電子機器もご使用になりますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。飛行機は32番ゲートに到着する予定です。皆様、今日も数々の機内衛生にご協力いただきましてありがとうございました。お急ぎのところ恐れ入りますが、プレミアムクラスの方々も含め客室乗務員がご案内するまで座席上の手荷物を取り出さず、席にお座りのままお待ちください。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、前のお客様と適度な距離を空けてお降りいただきます。それは沖縄に到着したわけなんですけども、到着遅れておりまして、今ね10時32分ということで、次のね石垣行きが11時出発という感じなんで、多分乗り換え20分ぐらいしかなさそうですね。まだね順番で降りますんで、まだ降りれないですよね。いやこれはちょっとゲートダッシュになるかもしれないですね。まあ、こればかりはしょうがないですね。まだドアが開かないですね。待ちましょう。それでは沖縄着きました。ちょっとやばいんでね、急いでいきたいと思います。今38分、11時発の石垣です。もしかして追い出しパターンかもしれない。大丈夫ですね。ちょうど石垣にお乗り継ぎのお客様38番バスのやっぱり搭乗ゲート待ちでしたね。ではそのまま38番ゲート行きたいと思います。いやこれは残念ですね。沖縄の那覇空港の ANA スイートラウンジ寄れないですね。では38番ゲート着きましたので、そのまま行きましょう。それではね搭乗していきます。やはり置き止めで、搭乗になりますね。それではねなんとか、搭乗することができました。今回ねボーイング737-800です。いや間に合ってよかったですね。いやこれ以上遅れるとね本当にお声がけじゃなくてお迎えパターンになりかねないですからね。でこんな感じでエンジンが見えて、そらしエリアが通ってます。でこの羽田から石垣路線もあれなんですね、基本置き止めなんですね。結構ね搭乗口からバスの停車位置がね本当に目の前なんで、降りるときはね結構飛行機取れるんですけど、乗るときはねもう本当に目の前に止まっちゃうんで飛行機とかは映せないんですけど、まあでもいいですよね。一瞬だけ綺麗に飛行機がバッて見えますからね。それはですね扉が閉まるまでしばらく待ちたいと思います。まあ、予約の段階ではね結構ね空席目立ってたんで、昨日と同様ですけどもそんなに搭乗率はねないんじゃないかなと思います。ご案内いたします。客室乗務員は安全業務を行います。恐れ入りますが、お手伝いが必要な方は後ほどお知らせください。Ladies and gentlemen, cabin attendants will conduct safety duties. If you need any assistance, please wait for a moment. Cabin attendants, stand by at door. 業務連絡です。Cabin attendants, set slide bar. 皆様、ドアが閉まりました。皆様が指定された座席に着席していることを確認して出発いたします。それはね、まもなく離陸となります。positionをもう一度お確かめください。 Ladies and gentlemen, we are now ready for takeoff. Please make sure that your seatbelt is securely fastened. Thank you. では行きます。ちゃうかもしれないですね。ちょっとね、マリオットかヒルトンね、できてほしいんですけどね、どうなりますかね。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、前のお客様と適度な距離を空けてお降りいただきます。客室乗務員がご案内するまで座席上の手荷物を取り出さず、席にお座りのままお待ちください。皆様、スターライアンスメンバー ANA をご利用いただきましてありがとうございました。次のご搭乗をお待ちしております。それはですね、無事新石垣島空港に到着いたしました。それでは飛行機で止まるまでもうしばらくで待ちたいと思います。本当にありがとうございます。お隣のお客様、お待たせしてお降りください。それはですね、石垣空港到着しました。石垣からね、那覇に戻るんですけども、昨日もそうだったんですけど、そのままね乗り継ぎに行けないみたいで、もう一回ねチェックインし直して、行きたいと思います。それではね早速行きたいと思います。それはね、無事チェックインすることができました。それではね早速保安検査場を通って中の方にね行きたいと思います。石垣島空港、こんな感じになってます。この正面に見えてるのが八重神山ですかね。ちょっと間違ってたら申し訳ないんですけども、それではもう間もなくですかね、呼ばれるかなと思います。もうちょいですね。今グループ5番が呼ばれてます。グループ6番来ましたね。それでは行きましょう。今回帰りの便で朝食をいただこうと思ってまして、プレミアムクラス取っております。よろしくお願いします。それは無事にですね、登場いたしました。私飛行機と一緒ですね。変わらずボーイング737-300ですね。では1時間ぐらいいただいてね、楽しみたいと思います。食事消化もねしていると思いますので、昨日とねメニューが一緒なのかな、まあそこら辺もねちょっと楽しみにしていきたいと思います。まあ座席はね、昨日と一緒ですのでこんな感じになってます。やっぱりプレミアムクラスはいいですね。足元広々で、あとこちらにねこんな感じで倒せるレバーとかはありますね。昨日と若干座席は違いますね。後ろも若干違いますね。こんな感じになってます。後でね倒したところもねお見せできたらなと思います。皆様、ドアが閉まりました。皆様が指定された座席に着席していることを確認して出発いたします。早めにお座りいただき、シートベルトをお締めください。携帯電話などの電子機器は機内モードなど電波を発しない設定にするか、電源をお切りください。 The doors have closed now. We will depart after checking that all passengers are seated in their assigned seat. ご搭乗ありがとうございます。 Welcome on board. これより機内の安全についてご案内します。 May we have your attention for the following safety instructions. 離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。それはですね、離陸することもできましたが、1時間のね、フライトにはなるわけなんですけども、食事等々もね、楽しんでいきたいと思います。それはですね、座席ね、倒していきたいと思います。こんな感じですね。そうですね。足元はこんな感じですね。もうちょっと前に行くのか。多分これが限界ですね。もうちょっと行くのかってことです。昨日の座席とはまたちょっと違いますね。まあそれでもだいぶ楽になるんじゃないでしょうか。ただね、機内食とお茶しましたが、内容はね、残念ながら前回と一緒ですね。それはですね、着陸体制に入りました。かなりね、使った時はね、ここまでじゃなかったんですけども、いや、帰りの便だとかなり早食い構想感がありますね。結構大変でした。ということで、もうそろそろね、沖縄空港に到着となります。座席番号16番から31番でお座りのお客様の適応いただきます。ご協力をお願いいたします。皆様、今日もスターアライアンスメンバー ANA をご利用いただきましてありがとうございました。次のご登場をお待ちしております。それはですね、那覇空港着陸いたしました。結構バタバタでしたけども、プレミアムクラス本当にいいですね。ということで、飛行機がね、止まるまでもうしばらくね、待ちたいと思います。お客様に重ねてご案内いたします。ドアが開くまでには時間がかかります。まだお荷物を取り出さず、席にお座りのままお待ちください。なお、今日は定刻よりも10分ほど早く到着いたしました。今日も天気予報にご協力いただきましてありがとうございました。ご協力いただきましてありがとうございました。どうもありがとうございました。申し訳ございませんでした。どうもありがとうございました。いや、お気取りいいですね。お待たせしました。到着ロビーです。ドアが開いてますのでご注意ください。それですね、那覇空港に到着いたしました。途中でね、座席変わってたと思うんですけども、私のね両サイドの方がご夫婦の方だったんですかね。ちょっとね、ずっと話していましたので、私がねお声掛けさせていただいて座席ね変わらせていただいたっていった形になります。変だなと思われた方もねいらっしゃるかなというふうに思ったんですけども、そういうような理由で座席変更ねさせていただきました。で、那覇空港にですね10分ほどね早く到着いたしましたので、次のフライトまで約1時間ぐらいありますので、ちょっとね行きに ANA スイートラウンジねゆっゆっくりできませんでしたので、ANAスイートラウンジでねちょっとゆっくりしたいなというふうに思います。ちょっとね行きバタバタで言えなかったわけなんですけども、ANAダイヤモンド修行バリュートランジット28でね予約させていただいておりますので、羽田沖縄間が1676プレーンポイントですね。で、沖縄石垣島が570プレーンポイントで、今ね帰ってきた便でまた570プレーンポイントっていう感じですね。まあこれがねプレーンポイント2倍キャンペーンになっておりますんで、全てね倍でいただけるっていう感じですね。残すはね最後沖縄からね羽田まで行きたいと思います。それはですね ANAスイートラウンジでちょっとねゆっくりしたいと思います。それでは時間になりましたので、搭乗ゲートね向かいたいと思います。いや、沖縄めっちゃいい天気ですね。ちょっと遊んで帰りたいぐらいですね。それでは搭乗ゲート向かいます。今回も33番ゲート 36A という座席ですね。本日はやっぱり昨日よりかちょっと人が多いですかね。今日日曜日なんでね、帰られる方もね多いかなというふうに思います。それでは搭乗ゲートに着きました。もう搭乗してるっぽいですね。今回私はグループ1ということで、もうね搭乗できそうなので搭乗ねしていきたいというふうに思います。皆様機内でご案内いたしております。ありがとうございます。ありがとうございます。いってらっしゃいませ。やっぱり乗り継ぎで1時間ぐらいあるといいですね。バタバタ感がなくていいです。それでは無事搭乗いたしました。今回もボーイング787ですね。機材変更があったということで、一回りねちっちゃい飛行機になっております。まだね続々と搭乗しておりますので、もうしばらくね飛行機動くまで待ちたいと思います。で、前からのね景色はこんな感じになってます。そうそう見えていいですね。いや、とうとう今回の大門の修行ラストフライトとなりましたね。あっという間でしたね、本当に。で、足元はねこんな感じになってます。で、モニターもなしですね。で、USB 等々もこちらはないですね。で、予約の時にはね、お隣さんはまだいらっしゃらなかったんですけど、どうなりますかね。もしかしたらお隣さん入ってくるかもしれないですね。それでは飛行機のドアがね、閉まるまでしばらく待ちたいと思います。皆様、ドアが閉まりました。警察乗務員は安全業務を行います。恐れ入りますが、お手伝いが必要なお客様は後ほどお知らせください。キャビンアテンダント will conduct safe duty. If you need any assistance, please wait for a moment. Cabin attendant, stand by at the door. 業務連絡です。Cabin attendant, set light bar. それはですね、今ちょっとお手洗いにね行ってきたんですけども、座席後方の方にね、CA の方がすごいたくさん乗ってまして、ちょっとびっくりしたんですよね。皆さんこういうことありますかね。まあ、何かで移動されてるんだと思うんですけども、CA の制服着た人がですね、本当にすごいたくさん乗っててびっくりしました。まあそれだけなんですけども、こういうこともあるんですね。それはね、もう間もなく着陸となります。ちょっとね、太陽が直撃しててかなり眩しい感じになってると思うんですけど、ちゃんと映ってますかね。着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。お乗の腕を開けたときに中の手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先、電波を発する電子機器もご使用になりますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。飛行機は定刻より15分ほど早く第2ターミナル63番ゲートに到着する予定です。定時運行にご協力いただきましてありがとうございました。そして皆様、今日もスターアライアンスメンバー ANA をご利用いただきましてありがとうございました。皆様の次のご搭乗をお待ちしております。 Ladies and gentlemen, we have landed at Tokyo International Airport. Please remain seated with your seatbelt securely fastened until the captain turns off the seatbelt. もうしばらくね、飛行機が止まるまで待ちたいと思います。それではね、無事羽田空港到着いたしましたね。いやー、この土日ね、ANAダイヤモンド修行させていただきましたけど、久しぶりの修行ね、楽しかったですね。乗る前まではな、結構飛行機乗るなーなんて思ってたんですけど、乗ったらやっぱりあっという間でしたね。ということで今回ね、手荷物全く預けておりませんので、このままね、出口に向かいたいと思います。それではね、外の方に出ました。いや、今回ね、ANAダイヤモンド修行第一発目ですね。羽田、沖縄、石垣の往復、これをね2日間やったわけなんですけども、最後のね沖縄羽田でまたね1676プレーンポイントね獲得したっていう感じですね。1往復で8968プレーンポイントだったかな、獲得することができますんで、この2日間で17000と968プレーンポイントをね獲得できたっていった形になります。いや、皆さんね、長い間お付き合いありがとうございました。まあ、今回ね ANAダイヤモンド修行第1回目ということで、またね引き続きダイヤモンド修行ねやっていきたいと思いますので、もしよかったらですねお付き合いいただければなというふうに思います。それではですね、今回の動画はこんな感じでね終わりたいというふうに思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。